やっま前さん前さんえー、確か、おとといかな一昨日の、光さんの動画で、あのね、あの、あの大企業の、コナミから企業案件が来たって言って、コナミの会社にね、潜入していた動画があったんだけども、ちょっと待てと。ちょっと待て。いや、これね、 え、これもうガチな、ガチなやつなんで、ガチなやつなんですよ、これ、本当に。ガチなやつなんで、まあ、ちょっとね、うん、あんまりね、詳しく言っちゃうと特定されちゃうんで、まあ、ちょっとふん、やんまり、やんまり言う、やんまり言った感じで、ちょっと言うんですけども、実はですね、あの、コナミの、相当偉い人。うん。で、あの、動画内でね、なんとか、 プロデューサーだかマネージャーとかって出てたじゃないですか。多分、多分 <laughs>、あの方よりもう100%ね、100%偉いと思います。俺の。がね、俺の知り合いというか、ああ、これ言っちゃうかな。あまあ厳密に言うと僕の高校の部活の後輩なんですよ。にいるんですよ。<laughs> そう、僕の ね、高校の部活の後輩が、今、コナミの、相当偉い、相当偉いですよ。これはあの、聞いてびっくりするぐらい偉いですから。<laughs> あのびっくりするぐらい上の方の人なんで、<laughs> 俺も聞いて、えっ、マジあいつそんななのっていうぐらい、びっくりするぐらいのところにいるやつが、 いるんですよね、実はね。まあ僕も、正直十何年会ってないですけど、会ってないですけど、一応ね、一応高校時代一緒にね、一緒の部活をやってたっていう仲間な、まあ一応ね、僕は仲間だと思ってるんですけど、向こうはどう思ってるか知らないよけど、が、いるんだよ、前さん。前さん。だから、ナミに行くときは、ぜひを、俺を誘ってって。ダメでしょ、俺誘わなきゃ。 本当に。そうすれば、ね、ワンチャン、ワンチャン、もうその、その、偉いね、その、相当偉い人に話つなげられることワンチャンできるかもしれないから。もしかしたら。だから、次行くときは、これもこれガチな話なんで、<laughs> 俺もね、あの、ヒカルさんの動画見て、お、お、コナミ行ってんじゃんと思って、いや、これ、び びっくりしたんだけど、あの、次、ー,ー見に行くときは、ぜひね、この俺にも、連絡ください。これ、ほんとガチな話なんで、うん、なんで、マエスさん、ヒカルさん、連絡、待ってます。